どうしたんだ、アスナ。リズを見なかった？頼まれてた服の修繕が終わったんだけど。ん？そういえば今日は見てないな。最近いつの間にかフラッといなくなるんだよね。気がつけば戻ってきてるんだけど。それに寝不足なのかよくあくびしてるし、ぼーっとしてることもあるし。理由は聞いてないのか？うん、なんだか私たちに隠してるような気がして聞きづらいというか。今さら気にする間柄でもないような気がするけど。もうキリト君ったら、そんな風に言ってるとデリカシーないって思われちゃうよ。気の置けないというか、これはそのいい意味でだよ。でもそうだね、今度それとなく聞いてみるよ。そうだ、私ちょっとシリカちゃんから呼ばれてるから行くね。リズ一体どうしたんだろう。確かに最近ちょっとサードレさんとこの修行で忙しそうだけど。さてと、噂をすれば。おいリズ、木材を細工するために大事なのは材質をよく観察して、うん、そう、うん、そう、うん、え、立ったまま寝てる。あ、行かなきゃ。一切俺の呼びかけに気づかなかったな。独り言までつぶやいてたし、どうやらかなり行き詰まっているようだな。確かにリズの問題だけど。結局気になりすぎてリズをつけてしまった。悪いリズ。そしてやっぱり行き先はサードレさんの店だったか。そうじゃないと何度も言っとるじゃろ。すみません。え？サードレさんってあんな怒る人だったっけ？あ、いや、俺すごく怒られた。夜空の剣を取りに行った時。ただ弟子で女の子のリズに対して怒るってあんまり想像がつかないというか。まったく、いくら筋がいいと言ってもその調子では何百年かかってもいい作品など作れんぞ。は、はい。やばい、リズ泣きそうじゃないか。さすがにここまでは。我慢できない。サードレさん、さすがにそれは言い過ぎなんじゃないか。あ、キリト？なんじゃキリ坊、突然押しかけて。いや、夜空の剣の手入れを頼みに来たんだ。手入れ？こないだ磨いてやったばっかりじゃろ。え？ああ、その弟子入りしたリズが最近どんな感じなのかなって気になって。うん、励みとしては悪くないぞ。リズ坊は確かな逸材じゃしな。ただ細工師としての技術を身につけていくのはそう簡単ではないんじゃよ。なあ、外で聞いて事情はなんとなく分かったけど、最近のリズがちょっと疲れてるみたいだったからさ。外で聞いた？ちょっとキリト、そういうのを過保護って言うのよ。
だって独り言つぶやくし、立ったまま寝るってよほど追い詰められてるだろう。心配しない方が無理だ。やだ、見てたの？恥ずかしい。いやらしいわね、キリト。なんでそうなるんだよ。こそこそしたのは謝るけど、最後の言葉はおかしいだろ。まあお二人さん、ようわからんが、喧嘩はそれぐらいにしてくれ。客が逃げちまう。あ、ごめん。あ、すみません。まあキリボーの行動はいやらしかったが、お前さんちょうどいいところに来たぞ。えらく唐突だし、サードレさんまで俺のこといやらしいって言うのかよ。冗談じゃ冗談。細かいことを気にする玉でもなかろうて。まあそうだけどさ、実はのリズボーの修行に必要な素材をキリボーと二人で取ってきてほしいんじゃ。魔獣が出ている今、リズボー一人で行くにはちょいとばかし危険なところだからの。もちろんいいけど、リズは行けるか？ええ、大丈夫だけど。それでは頼むぞ。頼みたい素材は鉱解石というもんじゃ。まあ、よし、それじゃあリズ一緒に行こうぜ。うん、分かったわ。それじゃサードレスさんに頼まれた素材を取りに行くか。ええ、お願いするわ。キリト、なんかごめんね、付き合ってもらっちゃって。いや構わないさ、恩のあるサードレさんに頼まれたら断れないしな。キリトのその剣はサードレさんが作ったんだもんね。一生頭上がらないんじゃない？ああ、この恩をこれからどんな風に返していくかって考えたらちょっと恐ろしいかもしれない。でも不思議なの。不思議って何が？私、怒られたことなんて一度もなかったのよ。リズボーなんて呼ばれてるのだけは納得いかないけどね。店内の窓からキリトが見てるのに気づいて一芝居打ったのかしら。あの人ならやりかねないな。前もリズを試すために無理難題を言いつけたわけだし。そうね、それを確かめられると思うと今回の素材集めはちょっと楽しみかも。でもリズ、すっかり弟子やってるんだな。かなり頑張っててすごいよ。そうかしら、細工って奥が深くてハマっちゃってね。
VRMMO だと火事だとか加工スキルは大体簡略化されるけど、この世界の細工には一切それがないの。全部一つ一つ手作業で時間をかけて作り上げるしかないのよ。まあそれが STL でダイブしたニーモニックビジュアルデータの肝ってやつだからな。それがとっても楽しくてね、一つ一つ作り上げてるんだって実感があるのよ。ここが採掘地帯か。そうよ、ここに来る前に仕入れた情報だけど、この辺りは崖崩れとかがよくあるんですって。本当か？めちゃくちゃ危険地帯じゃないか。まあ滅多なことはないけど、気をつけながら素材探しをした方がいいに越したことはないわよね。そういえば鉱解石ってどんな見た目なんだ？すごくキラキラした石らしいわ。なんだか怪しく光る感じみたいな。怪しく光る？色とかの指定がないと見つけるのが難しいな。そうなのよ、美術品とかによく使われるものみたいだけど。ともかく光ってるのを見つけるしかないわ。そうだな、探してみるか。なかなか見つからないわね。怪しく光るものなんてないぞ。そうは言いながらキリとどんどんカゴに石を放り込んでるじゃないの。いや、これはレアっぽい素材ならたくさんあるし、一応もらっておこうと思って。相変わらず抜かりないわね。でもサードルさんの話だと、ここに来ればすぐに見つけられるって話だったんだけど。しかも穴場だって言ってたのに変ね。誰かに先を越されたとか。魔獣だわキリト、さっさと倒すぞ。ええ、とどめを刺すぞ。てキリト、なんか地面が揺れてるわ。ああこれは地面にひびだと。クソ、逃げ切れない。リゼ、俺に捕まってくれ。いったたた、なんでこんなことに。よかった、リズは無事みたいだ。俺がクッションになることには成功したか。しかし、なんだこの圧迫されたような感覚は。あっ、キリト？キリト！ねえ、どこなの？声が出ないと思ったら、リズのお腹に押しつぶされてた。どうすればいいんだ？どうしよう、落っこちた時にはぐれちゃったのかしら。このまま気づかれないようにそーっと顔をどけて。ダメだ、これ以上は動かせない。地面に落っこちたにしては柔らかい感触があるような。しかもなんか動いた。おへへへ、こんなスケベ、早くどきなさいよ。
どきようがないんだ、わかってくれ。もうやっぱりキリトはいやらしいわね。いや胸とかじゃなくて腹だったわけだし。あら、胸の方が良かったなんて考えてるんじゃないでしょうね。なんでそうなるんだ。わざとじゃない。リズの下敷きになろうとしただけで断じて悪意はなかった。あ、そうだ、そうよね、私のことをかばってくれたんだ。ごめんなさい、あまりにも恥ずかしくてつい怒っちゃったわ。いや怒るのもごもっともだし、リズが無事でよかったよ。そうだ、キリトは大丈夫？痛いところとかない？私の買っちゃったから。俺は鍛え方が違うのだよ。リズこそ大丈夫か？キリトが下敷きになってくれたおかげで私は平気。ここから出る方法は皆目見当がつかないけどね。ここは岩山の中にできた空洞か？ええ、そういえば言うの忘れてたわ。サードレさんから聞いたんだけど、かなり昔この場所で土砂崩れが起こって採掘場に岩が落ちてきた。それが採掘場に大きな穴を開けちゃったらしいのよ。石や土でその穴は塞いだみたいだけどね。なるほど、その塞がれた穴がさっきの衝撃で再び開いたってことか。おそらくね。それでも何か方法があるはずだ。リズ？あ、ごめんなさい、こんな時に笑うなんておかしいわよね。でもちょっと思い出しちゃって。な、何を？キリトと出会ったばかりの頃、リュウノスから出られなくなったことがあったでしょ。あれと似たような状況よねって。あんたが私の下敷きになってくれたとこまで一緒。ああ、でも今回はその先を言うのは許さないわよ。はい、分かってます。そうそう、懐かしいよな。なん、私は今でも鮮明に覚えてるわ。一日だって忘れたことはない。リズ？ああ、ごめんごめん、ここから出る方法よね。ちょっと気になってたことがあるの。この採掘場は穴場なのに鉱解石が見当たらなかった。それってつまり人以外の何者かが奪ったってことじゃないかしら。人以外、魔獣？ええ、そして石を欲しがりそうな魔獣といえば岩石生物か。岩や石を食って自らのリソースに変えていくやつだ。そう、そしておそらくあのブルドーザーで掘ったような跡も。この振動と方向は？ビンゴね、おそらくこの採掘場を荒らしていた元凶よ。おい、まずいだろ、今またこの辺で食事をされたらこの空間も崩れる。ねえ、もしかしてこの振動私たちに近づいてきてるんじゃないかしら。もしかして俺たちがさっき集めた石に惹かれて。キリト、どうするのよ。やっぱり振動が近づいてるわ。こっち来るわよ。あ、いや、
これはチャンスだ。奴がこの地層に穴を開けながら近づいているのなら、その魔獣を倒して奴が掘り進んで通り道にした空洞を進んで外に出ればいい。なるほどね、分かったわ。やっぱりこいつが石を集めてたのね。どうやらそのようだな。しかも俺たちが集めた石も狙ってるぜ。戦いは避けられなさそうね。ああ、やるしかない。これで決める。
ね。ああ、あ、これもしかして鉱解石か。そうみたい。じゃあこれを持って帰りましょう。ん、見事じゃ。これがわしの求めていた鉱解石じゃ。ああ、よかった。一時はどうなることかと思ったわよ。ああ、そうだな。その怪物を倒した後、どうやってこの石を手に入れたんじゃ？そいつの体内から出てきたんだ。最初に採掘場所から見つからなかったのも、その魔獣が石を集めては食べていたことが原因だったみたいだ。なるほどな。よし、では早速この石で新たな作品を作り上げるとしよう。何を作るんだ？ヤスリじゃ。美術品を作るんじゃないんですか？いろいろ教えてほしいとしつこいやつがおっての。助手としてなかなか使えそうなやつじゃったから、そやつが細工に使う道具を新調してやろうと思っての。それってというわけで早速作り始めるぞい。さっさと準備をせんかい、リズベット。はい、ありがとうございます。よかったじゃないか、リズ。うん、キリトもありがとう。キリボーもぼよっとするな。お前はわしの助手のリズボーの助手じゃ。え、俺も働くのかよ。当然じゃ。じゃあせっかくだしお願いね。了解だ。